お疲れ様でございます。今日は8月27日火曜日朝6時になりますけども、今日はちょっとね、月火水木という4日間のマーケットの中でも、反発してるんじゃないかなと思える一日なんで、えー、火曜日なんですけどもね、昨日以上に慎重にならなければなりません。で、今日が見通しを経つと、明日、明後日は非常に楽に稼げるようになると思います。じゃあ具体的に一体どこを見ればいいかってことなんですけども、 ずっと先週の金曜日あたりから日銀総裁の発言や、それから FRB のね、パウエルさんの利下げをするよっていう発表の中で、ドルが安くなって円が高くなるって流れがバンと起きたわけですよね。それがこの強い陰線になってます。でも、月曜日に下髭を大きく出して、実はね、上昇の勢いがついちゃったんですよ。これは何かっていうと、 急速に下に向かった勢いが理覚されたのもあるでしょう。まあ、ああの例のデッドキャットバウンスにも似てるんですけども、下がった後ってのはやっぱりね、ちょっとだけ戻るんですよ。それが、ここで起きてるってことなんですよね。で、折しも、この流れっていうのは、実はここに符号してるんですよ。ここの下髭に。ね。だから、ここに抵抗があるっていうところで、やっぱり筋は通ってるでしょ。で、これがね、 一旦上がって、さらにこちらのトレンドの方向に向かうっていう風な見通しなんですけども、それが今日1一日で起きるとはちょっと考えにくいんですよ、だから今日は上昇なり、上昇気味な動きをするのかなという風に思ってます、昨日もね、セルで2度取れましたけども、でも、上の方に行って、下の方に行くっていうのは、この上に反発する動きもありましたからね、ここでは昨日の場合はロスカットを1回食らってるわけなんですけどもね。 それを0.5追撃っていうテクニックで乗り切って、さらに144円を割って下に行くようなら入るっていう最初のルールを守ったことによって2回理覚ができてるわけなんで、昨日は大きく勝ち越しなんですけども、これはちょっと月曜日にこの技術が使えるのは、まあ、手前味噌としても上級者の技だと思います。しかも昨日は15分で見てましたからね。これも時間軸を15分に落とすっていう判断ってのは、なかなか自分でできる人は少ないと思います。 で、私は自分でできるので、放送するときに15分で見てますよっていうふうに、昨日は15分軸の説明が多かったと思います。で、さらに今日はね、15分を見ないんですよ。逆に4時間を見ていくっていうふうになります。4時間の流れを見ながら1時間を検討するってことですよね。はい。じゃあ4時間っていうのはどういうふうに見ていけばいいんでしょうか。はい。じゃあ4時間見ていきますよ。4時間で見るところは、上昇したこの値動きが、ライムの線で反発して、 トレンドの方向に戻るのかそれともライムを突き破って赤い移動平均線にその分水嶺を譲るのかどうかってことですよねここを遠目見ていくことになると思いますで動きが早ければ赤い移動平均線を抜けて青い移動平均線で下に下がるもしくはそれを抜けて上昇レトレンド方向に舵を切り替えていくかもしれないなってことこですそういうふうに 動きを確かめるための一日に今日は使うっていう判断をこの時間でできてますかってことですよ。ね何でもトレードすればいいってわけじゃないんですよ。トレードの地盤を固める時間も必要ですからね。それがしっかりできてるから、自信を持ってトレードができるんですよ。自信を持っても怖いですけどもね。<laughs> はいじゃあ4時間はそんな形で、下落トレンドが一体今日を返して終わってしまうのか、それとも、 下落トレンドに戻っていくのかってことを見分けましょうってことです。で、最後に1時間を見ていきますね。はい。1時間はご覧のように移動平均線3本を渡りきりました。その際にヒゲをほとんど出さない、えー、大陰線と大陽線で乗り切ってるから、これは上昇トレンドに向かう特徴としては結構ね、あり得ることなんですよ。だからさっきの4時間っていうのを見ることが大事になってきます。ね。ということで、この時間で倍とかセルっていうのは あの、判断できません。なんで判断できないかっていうと、ここまでの動画でお話したことが全てです。こういう判断を6時にできるから、余計な手を打たずに済むんですよ。つまり、ロスカットに合う可能性の高いエントリーをしないんですよね。だから勝ち越せるでしょ。エントリーした時にほぼもう勝負は終わってますから。じゃあエントリーするための根拠をどのぐらい集めていられますかっていうのが、プロトレーダーの腕の見せ所です。 まあ私はたくさんの根拠をね、えー、最低3つって言いますけども、5個とか6個すぐ見つけるんですよ。だから3つしか見つけられない人よりは私の方が勝率が高いってことになりますし、トレードの根拠を10個も20個も見出せる人ってのは私よりも上級者と言えるでしょう。そのトレードの根拠をたくさん持つために、私が使わないインジケーターみたいなのを用いる人もいます。だからインジケーターなんてのはね、特殊な人がやることなんですよ。上級者がやることなんですよ。 初心者がやったところで、そのインジケーターに目を奪われてね、他のもっと基礎的なことを見落とすわけなんですよ。はい。そういうことを気をつけてやっていきましょう。はい。それではね、FX オリアルフィの皆様は、また9時あたりにお会いしましょうか。10時かなもしかしたらお昼ぐらいかもしれません。はい。わかりませんけどもね。<laughs> あの、今日の方針を申し上げましたんで、特に新しいことを言うことはないんで、途中で情報を挟まないかもしれません。その場合は、 夕方の相場回数でお会いしましょうということになります。はい、じゃあね。